丸森町大張地区の沢尻の棚田で田植えを行ったのは、伊具高校で農業を学ぶ2年生4人です。今日は棚田を12年間管理する大月光一さんの指導のもと、田植え機に乗っておよそ18アールの田んぼに15センチほどに育った一目惚れの苗を植えていきました。阿武隈川沿いの道を山に登っていくように広がる沢尻の棚田は、日本の棚田100選に選ばれていて、去年3月には農林水産省のつなぐ棚田遺産に認定されています。操作がなかなかおぼつかなくて、そのうまくできるのかなって不安だったんですけど、最後までうまくいったので良かったです。体験を通じてですね、考えていただいて、ゆくゆくはそういう関係にも進んでもらえば、この役に立つのかなと思って。伊具高校では3年前から授業の一環として棚田で田植えから収穫までを学んでいます。今日植えた稲は10月上旬に刈り取られるということです。